獅子山、あるいはライオンロックは、香港にある標高495メートルの岩山である。日本の富士山のように、香港の人々にとって代表的な山とされる、獅子山荒野公園に属する。ライオンロックの下のビル群、ライオンロックの頂上ライオンの頭山頂から、突き出ている岩が、ライオンの頭部のような形をしていることからこの名前が、ついた。 ライオンロックの崖2019年8月23日に香港の逃亡犯条例に対するデモンストレーションライオンの尾根、急流みと大囲いの間に位置する深海にある。マクリホーストレイルの第五祖事団の経路上にあるが登頂ルートはトレイルの一部ではない。第二次世界大戦、国民党と共産党の間の内戦、そして共産党の勝利後中国本土での 政治運動のために中国本土から多くの避難民が次々と香港に逃げ込んできた。獅子山がはっきりと見える九十は人々がたむろする最も人口の多い場所になった。山のふもとに不法占拠者の住みやスラム、公営住宅、旧式工場、ビル、コテージ工場など香港が貧困から再建された時代を刻んだ。 1972年から1994年にかけて RTHK が制作した当時の典型的な庶民群像を描写するテレビシリーズ四さんの歌とカントポップのスターロマンタムが歌うシリーズの名を冠した主題歌四さんの歌は共に香港の人々の心に触れたそれ以来四死山下精神という言葉は香港精神の代名詞となった マクリホーストレイルの第5祖事団の半ばは、獅子山山頂から約0.5キロの下、北側の山腹を回って通過する。公式の登頂ルートはそこから2箇所の分岐路で、西側のサミットあるいは東側のサミットに登る。他にも難易度の高い非公式ルートがいくつある。香港政府の統計によると、獅子山山頂とその尾根は、香港のハイカーにとって16の、 リスクの高い場所の一つ、公式ルートでも、転落事故が多発した。ここをハイキングするとき必ず足元に気をつけ、最も安全な道をたどる。獅子山の頂上とその尾根は狭くて険しく、転落事故が時々発生している。死亡例は次の通り。2007年4月1日、48歳の女性が仲間と一緒に山頂を登っているときに道に迷い。 100メートルの崖から落ちて死亡。2008年9月10日、26歳の男性ハイカーが40メートルの崖から落ちて死亡。2011年11月、43歳のハイカーが頂上にある崖から落ちて死亡。2016年3月12日、22歳の男性が一人で頂上に登って写真を撮ったとき、つまずいて崖から400メートル落下して死亡。 2019年10月5日、西側の崖の20メートル下の斜面で女性の遺体が見つかった。2020年1月28日、男性の遺体が西側のサミット下200メートルの斜面で発見された。2020年11月21日、56歳の女性が30メートルの崖から落ちて死亡。ありがとうございます。